と低く吸い、セブン。残り1分、そう2ヶ月後にどうになりたいの？でも前回し3、やばい、そう結構きつい、終了。久々の筋トレどうでした？ハトジムだなって。俺ジムも結構。ハトジムしか勝たん。おっしゃ。おーす、ボンジュー、YouTube 黒人サムライのパトリック、皆さん。パトクックのヘルシーレシピやってみたいと思う方、今回ね、すべてのレシピに使う調味料を紹介したいと思います。 Let's get it on。 まずはですね、コストコにハマったこのモリアルステーキシーズニング、このオールパーパス、本当にオールパーパスシーズニングって英語で言うんだけど、どういう意味でわかる？何でも言っちゃうよ。まあ自分が一番こだわってるのはやっぱり鶏むね肉って一生食っちゃう、ダイエット中には。なぜならば鶏むね肉は脂質が持ってない、タンパク質がめちゃめちゃハイレベルのタンパク質を持ってて、しかも安いでしょ、便利でしょ、食べ飽きちゃったと悪いんだから、こいつだと一生鶏むね肉食べれる。このモリアルステーキシーズニングはコストコさんが出してます。もう人気ありすぎてアマゾンでも購入はできます。実はコストコに枯れない方、アマゾンで買えます。これはね、ステーキ、俺の場合はハンバーグでもかけちゃいますよ。で、お湯で溶かしてオリジナルドレッシングでも作ってあるので、また今度それ紹介します、忘れないで。同じくコストコさんが出してるこのミックスハーブ、魚のマリネ、鶏のマリネとか事前味をつけて寝かして、そしたら焼くと本当に香りが半端ない、このミックスハーブ、これも、コストコなんですけど、アマゾンでも購入することはできます。はい、コストコ好きだなと思うでしょ。またこいつもコストコなんですけど、ジョニーガーリックスプレー、これまあニンニクとか、塩ハーブミックスされた、もう本当にトーストにめっちゃいいんだけど、まあ勉強中にパン食べたくなっちゃうけど、やめこうで、例えば鶏むね肉焼くときにこれだけでいくパターンもあるし、ちょっとパンチ欲しいなと思ったら両方でいくときもある。これもコストコだけど、アマゾンで購入することもできます。今日はちょっとないんですけど、ドレッシング、やっぱりダイエット中ってグリーンですね、葉っぱ野菜ね、葉っぱって言うと黒人って葉っぱ好きだなとかってみんな思ったんだけど、あの厨房ではね、俺料理時代厨房ではサラダのこと葉っぱって言うんだよ。みんなが思ってる葉っぱと違うからね。そのドレッシングにね、みんな結構本当に困ったりするんですけど、今日ちょっとないんだけど、あのドンキーにあったピエトロドレッシングっていうドレッシングがあるんですけど、それがもう人気が出てて、日本の普通のスーパーでも置いてあります。それは4種類ぐらいあるって、オリーブがおすすめと、ピエトロのグリーン、何がおすすめかっていうと、やっぱりこう脂質が本当に少なめでカロリーもすごい少ないのは、オリーブとピエトロのグリーンです。それも、その4セットぐらい用すれば大体の俺のレシピできちゃいます。はい、そしてパトリックのレシピが、どん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 流れてくる前に、みんながじゃあそれまで何食べればいいかわからないとか、せっかくトレーニングして食べたものでダメになっちゃったりとか、その辺を今から話したいと思います。基本的にはダイエットにやっちゃいけないこと、
そのお腹すかせることってまずアウトだから。でもダイエット中にカツカレー食べてていいんですかっていうのがもちろんダメですよ。カレーは特に日本のカレーってあのカレールーはもう小麦粉と油だから、これはまずアウト。はい、だったら俺また今度紹介するスパイスだけで出来上がれる美味しいスープカレーとか、スパイススープカレー、まあそれに玄米で食べたりさつまいもで食べたり、もう本当に美味しいんです。これがもう低カロリーでダイエット食にはなれます。あとはまずそのファストフード、ダイエットはなるべく調理するのが大事です。調理もうどうしても時間がない、手間がかかすぎてもう忙しい、できない場合は今コンビニセブンイレブンでも結構原料食に茶入れてます。はい、サラダチキンはおすすめ。サラダチキンも食べ過ぎるのはちょっとあかんと思うんですけど、あの塩分も高いし、あとはやっぱりこうパックフールって言うんだけど、その人工甘味料とかいろいろ入ってるので、もうどうしても困った時にはまあサラダチキン、全然カロリーが少ないし質もしないし食べていいと思うんですけど、なるべくそういうのたくさん食べないようにね。あとはもう一つなんだっけ、揚げ物です。揚げ物、ダイエットはもう揚げ物はやっぱり小麦粉も油も入ってるんで、これはちょっと進めないんですね。で、炭水化物に関してはもうダイエット入りました、自分の食べる炭水化物を決めた方がいいと思います。例えばパンが大好きな人はもうなるべく朝パンしか考えられない人はまあ全麦パンとかで、全麦パンって言ってもだからって10枚食ってもアウトだから、いくらヘルシーレシピって言ってもカロリーはゼロじゃないんで、で芋の場合はさつまいもおすすめです。で白米から玄米に変えて、どうしても玄米まだいけない人はまあ玄米と白米を半々でも OK と思います。あとできればちょっと冷やしてから炭水化物は、おかずは温かくていいんだけどおかずは冷やしてから食べましょう。ラーメン食べたいけどダメだ。ラーメンはアウトと思うんですけどね。ただあのラーメンっていろんな種類があって、一般の人のダイエットに強く言うのは、大会出てる人、俺らさトレーナーで大会出ててでバキバキになるためにすげえ厳しいダイエットをする、これは本当に一般人には一切俺はおすすめない、クライアントたちに。だからラーメン、どうしてもラーメン好きな人は別に10日間に1回ぐらいね、野菜たっぷりの塩ラーメンとか食べていいと思うよ俺は。塩以外ダメなの？いや、ちょっと冷え系はね、さすがに冷え系ダメ。はい、あの金麗丸から出てきたらマジその辺ね、バーピージョブ1000回やってもらうから絶対泣かせちゃうもんね。え、ジロー大好きなんだけどダメかな？いや、それはダイエットを忘れた方がいい。もうジローどうしても食うんだったらまあ月1回は許す。月1回は許すよ。皆さん聞いて、一つのダイエット食でバキバキになれない。同じく今日ケンタッキーのメニューを全部食べたからってその日太れないから、ライフスタイルになる、バランスなものなんですよ。好きなものばっかり食べてると太っていく。で次の日1個の減量食を食べてても絶対痩せれないから、だってずっと好きなものを食べてるから今の体重、カロリーで太ってるものだから、夜これ食べちゃダメとか夜炭水化物をやめようとか、俺はもうそういうのは全部ノンセンス。人間の体は昼間とか夜知らない、人間の体はカロリーで反動する。だから炭水化物を食べて OK だよ、本当は白米食べて OK、 大会向けじゃないんだから。体を変えるのにはマインドをまず変えましょう、自分の設定したカロリー不足、このカロリー内容で痩せるんだったら夜だろうか朝だろうか昼間だろうか、それを超えなければ痩せていくんです、本当はね。だからラーメン冷え系でも本当に食べて OK なんだよ。ただ一杯の冷え系ラーメンで何キロカロリーを取ったかって、それを理解してください。で1時間後お腹すくわけだから、夜お腹すくわけだから、それでカロリーが増えていく。じゃあその日どのぐらい燃えたかとか確かことなかったらカロリーオーバーになって
カロリー、体が必要な分しか回収しないから、残りが脂肪になってきて太っていきます。だからそういうものをなるべく軽く手出さないようによという話なんです。はい、はい、お酒、お酒は一般の人は飲みながら痩せれます。はい、これはもう自分の経験で、半年で10キロ痩せたクライアント何人もいる。お酒はどうしても付き合い、もう絶対仕事で飲まなきゃいけない。飲みながら痩せることは全然可能です。ただ飲むものを選べないと。お酒でもカロリーが低かったりカロリーが高かったりするわけだから、やっぱり糖質制限中なんで、なるべく糖質を一番控えめのお酒、ビールとかワインが大好きな方がもうハイボールに変えて、今でも毎日酒を飲みながら、もう今の選手で合計15キロ落としてます、半年で。ただますます筋肉を貯めたい人、ゴリゴリになりたい人はおすすめないです。はい、コーヒー、カフェオレ大好き。カフェオレ、脂質が結構入ってるので相当脂質重いんで、だからコーヒーはアルモンドミルクとかで作ってもらえば、それは全然、まあ2杯とか大丈夫じゃないですかなと思います。もしくはブラックはもう全然 OK。 自分もブラックは1日3、4杯飲みます。お水ってどのくらい飲んだらいいですか？お水はアベレージで練習してる方、男子は少なくても2リッターから3リッターぐらい。水はやっぱり一番体に栄養を運んでくれる。で、体のどこでも入ってくるのが水。水で入ってきてただの水に出てこないから。で、水たくさん飲むと体が勝手に出そうとする。で、その出てる分が体の汚れと一緒に流してくるから、減量には、たくさんの水飲むのが必要です。まあ自分の一日の摂取のそのカロリーの、半分ぐらいにはタンパク質にしていいと思います。何がいいかというと、ダイエット中にはお肉お魚は OK ということです。ただしそのお魚お肉の調理し方、基本的には茹で、焼き、まああるいは刺身とかで、肉の質感に関してはやっぱりダイエット中脂質糖質制限なんで、ホルモン食ってたらアウトです。赤身、ヒレ肉だったり鶏胸肉だったりで、よく聞かれる質問、鶏ももってダメなんですかって。いや、一般のダイエットの人は鶏もも OK と思います。皮外してもらえば。もう一回言うよ、一般の人のダイエットと大会向けのダイエットを制限しましょう。同じじゃないんだから。ダイエット出る人間はもう制限があって3ヶ月、しかも人の前に服を脱ぐ、これはもう別のステップなんで、一般の人はもう太りました、ちょっと痩せたいっていうのがある程度食べれるかな、食べれながら痩せられます。まあそして全てみんなが何に望むか分からないから、本当に気になることどっかの動画をコメントを寺木に書いてください。それに合わせてまあ動画を作ったり、あとは直接にそこに演じしたりしますので、たくさんのコメントを待ってます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。